グンゼチョイネーダツン、グンゼチョイネーダツンの看板、グンゼチョイネーダツンは、ロシア連邦のサンクトペテルブルク市内にある、チベット仏教寺院ヨーロッパで最初に建造された、仏教寺院でもあり、ロシアの文化財に指定されている。1900年、チベット像で、ブリアート出身のアグワンドルジェフが、首都に仏教人混流の許可を受け、ダライラマ13世より、 建設資金が提供された。建設委員には、ニコライ・レイリッヒ、ウフトンスキー、オルデンブルクなどの東洋学の親が名を連ね、設計はパラノフスキが行い、準チベット様式のものが設計された。1909年より建設が始まり、建設費用は、ロシア帝国内の仏教徒の常在と、ドルジェフ、ダライ・ラマ13世、チブツンダンパー8世からの寄付金で賄われたが、 最終的な寄付額は予定額を超えたという。1913年に第1回仏教者会議がロマノフ王朝300年記念祝典とともに開かれ、ミロクボ殺像をタイのラーマ6世が寄贈し、1915年8月10日に海岸法要が行われた。この時の同志はドルジェイフとイチゲロフであった。1919年に消失、 1924年に再建される。しかし、1935年に、スターリンが政権を取ると様相は一変した。当時は、レニングラードダツァンという名前であったが、僧侶や寺院建設委員のメンバーが、のきなみトロツキストの落印を押されて粛清され、ドルジェフも1938年に、ウラン腕の監獄で死去した。そして寺院は軍に接収され、 軍事ラジオ局として使用された。また1960年までは、妨害信号所が設置された。しかし、1968年11月25日に、建物が文化財指定となった。そして1990年、ペレストロイカの進行とともに、寺院運営は一般に明け渡されたのである。1991年、チベットより、軍勢チョインレーダさんの名前が奉見され、 1994年には主祭団の本尊をモンゴル式の文字防雪像とする。これはモンゴルのガンデン・テンツェリンデラにある仏像の複製である。信教の自由が憲法で認められた現在ではサンクトペテルブルクの仏教会になくてはならない寺院となっている。また、イボルギンスキーダさんに修行像を送り、哲学、瞑想指導なども行っている。公式ウェブサイト。 ありがとうございます。